高い安全性を誇る新しい溶断用混合ガスハイドロカットをご紹介いたします。ハイドロカットは切断、炙り、ロウ付け、発離やガウジングなどにお使いいただけるガスです。ハイドロカットの特徴をご説明いたします。特徴1、逆化が起こりにくい。ハイドロカットは他の溶断ガスに比べ逆化が起こりにくい特徴があります。逆化が起こりやすい亜鉛メッキ鋼板の切断でもほとんど逆化は起こりません。事故の原因となる逆化を抑えられるのでとても安全です。特徴2、漏れた時に拡散しやすい。ハイドロカットは空気に比べ大変軽い溶断ガスです。緑色がハイドロカット、紫色がアセチレン、オレンジ色がプロパンガスの比重を表す風船です。ハイドロカットは手を離すとすぐに上昇し拡散するので安全なことがお分かりいただけると思います。特徴3、自己分解爆発がない。自己分解爆発はアセチレンにおいて高温、高圧等の条件となった場合起こります。酸素がない状態でも爆発を起こします。特徴4、輻射熱が少ない。ハイドロカットは作業者に影響する輻射熱が少なく、夏場の熱中症予防の一つにもなります。特徴5、自動切断機のスピードアップと品質の向上が可能。ハイドロカットは自動切断機でお使いいただくと LP ガスに比べスピードアップが可能です。 LP ガスではノッチが入ってしまうようなスピードでも切断面は大変良好です。切断条件によって 10% から 20% およびそれ以上のスピードアップも実績がございます。また歪みやノロの低減が可能で製品品質の向上や作業効率が上がります。最後にハイドロカットの導入事例をご紹介いたします。高い安全性を中心に様々な特徴のあるハイドロカットはプラント工事、建設、鉄鋼、造船業界の安全担当者様にも高い評価をいただいております。他にも自動車関連のロウ付け等、溶接、加熱用途の実績もございます。ぜひハイドロカットのご検討をよろしくお願いいたします。